この番組は配信ばかりしていて社会性がゼロの二次三次ライバーと一緒に世の中の不思議や知らないことを分かりやすく勉強する超次元情報バラエティ番組です。これそうめっちゃ言いたかった子やん。いつでもいいんでこれ。いつ何言ってもいい番組なんで。あ、そうなん。なんか慣れてきましたね。なるほどね。まだこっちちょっとつかみきれてないから、本当にすいません。申し訳ない。急に 2.0 だったんですね。そんな報告いらんちゅうな。申し訳ございません。本当にそんな温めてたんだこれ映像始まるまで。まあということでまた新しいゲストでございますけれども。はい。はい。何の組み合わせこれ分かんない。何この集団何のあれなんだろう。はい、自己紹介しましょうか。いつも通りね。自己紹介のですね。そうですね。早瀬そうでございます。え、何これなんて山田ちょっとおしゃれじゃないですか。なんでここだけ鏡になっちゃってんの。なんて書いてる。たまに VK アーティストでこういうのありますね。イブラヒムと申します。よろしくお願いします。はい、ニューイソシエルです。よろしくお願いします。鏡隼人でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあなんだかんだ5回目でねそうですよ。いや、この番組出たいって言ってたら呼ばれないで済むって聞いてたんですけど。あ、やんなことないですよ。おかしいなそんなことないよ。そんなことないちゃんと呼ばれたんですけど今回出たいなら、あ、いいんだ。そうよ、そりゃそうよ、そりゃそうよ。素直な。そのまま受け取るんだ。出たいんやったらそれはもうもちろんあれそうなんだ。あ、そうだったのか。いらしてくださいと。鏡社長とニューイさんは初登場よね。そうですね。そうです。びっくりした。お土産は？ネバガチャには持ってくるのに、ニジバラには持ってきてくれないね。お土産は持ってこい。大丈夫よ。舐めてね。次回あたりでちゃんと。舐めてもらうから。はい。持ってこいって言われなかったからな。なんですよ。ちょっとやもうな、舐めてるんですか？ニジバラを。逆。あの、レバガチャは言うからちゃんと全部。そう。お土産持ってきてください。確かにそういうところがない。何にもないそういうのが。確かにそういうところがない。は。言われたら持ってきてたのよ。それはもうこっちが、あ、すいません、謝ります。ごめんなさい。はい。気を取り直して。まずはこちら。はい。はい。はい。恐ろしい悪魔、デビデビデビルだぞ。恐ろしい。今回も僕が取材に行くから感謝しろよ。怖いな。今回はどんなテーマにしようかな。他の色でなんで試さない。あれ。何？はいはい。お前は。あ、出た。正解しましたよ。スタッフが年度に作った大体イブラヒムこやつ。10分でこれ作ったのすごいけどね。逆にすごいよ。お前人頃に来たなスーパースターよと。それしか僕の代わりに面白いで書いてこーい。よく拾ってきた。これ何？え、しゃべった？正直言ってほしいになりましたけど。これ配信で抜かれなんか疲れまくないってダメだよ。俺このために収録してないもん。無料で撮ってないんだ。そうですよね。センキュースーパーチャットありがとう。そういうことね。うむし、どうしたんじゃ。見たことある。センキュー。こんな人里にハグレヒムとは珍しいの。ハグレヒムってないね。あれ、何があったんじゃ。あれ、なんかわらわに教えてくれ。よく聞きなみじみがあるけど、なんか違うスーパーチャットありがとう。ニジバラのネタを探している。よくわからんが、そうじゃん。見たことがあるね、この人は。わらわは酒造見学が良いと思うぞ。イブラヒムさん語に堪能ですね。センキューだよ。伝わってんだ。センキューありがとう。もうそのままだ。ということで、感謝しかしてないんだけどな、もう。今回のテーマは、そう、日本酒よ。飲めるんですか？いい会じゃない？飲めるんですか？あれあれあれ。俺を雑にいじった以外はいい会じゃない？そうでしたね。お酒がひょっとして飲めるんですか今日は。あれもしかして配信中に酒を飲む。まあ私たちはねよくやりますけど、確かによくやってる方もね。イブラヒム、俺は酒飲み配信はしないね。あんまり。お酒そんなに得意ではないの。うん、ジュースみたいな酒しか飲まん。女子か。カルーアとか女なんで。はい、皆さん、早く酒造見学したいから、そろそろ VTR 行くわよ。ウキウキしてるな。結構無理くり広げたけど変わってます。それでは、虹原調査開始。はい、調査行きましょう。酒造見学に行くのかな。お酒がテーマとか最高だね。すごいところ行きますよね、毎回。で、僕はどこに取材に行けばいいんだ。さーき、スーパースターよと。静岡県。いいところ行くな。富士宮。静岡なんて僕なら一人旅だもんね。出た。なんか見えてる。細いですね。富士宮到着。いい
天気でよかったな。富士山すっげー綺麗だけど、本当にここに酒作ってるところあるのか。それあるやろ。お酒の匂いを探して歩いていると、あー、こういう街並みだ。いいなー、街並みいいなー。旅行したくなっちゃった。スズメバチの巣みたいなやつ出たー。酒造の入り口に飾ってあるマリモみたいなやつ。そう、ここが今回取材する富士高砂酒造さんは、名前すらわからない。創業189年の歴史ある蔵なの。歴史がある蔵。すいません、社長出してくれたまえ。どうした、いつもなんかちょっと変えてる。結構不安定ですね。いろんなバリエーションでね、挨拶がペイペイ対応してる。富士さんよく来たね。社長の山岸です。山岸さん、ありがとうございます。この人が富士高砂酒造の山岸隼人社長よ。それにしても隼人社長、はい、なんかお前いい体してんの。言い方、アメリカンフットボールずっとやってまして大きいです。実は隼人社長、アメフトの元日本代表をやっていたすごい人なの。山岸さん、すごいじゃん。それはどうでもいいから、おじじま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 じじ見学の前に早速試飲してみるみたい。ちゃんと美味しさを伝えてね。試飲のレベルじゃねえだ。本格的にいっとるやん。試飲の盛りも超えてる。どうですか、デビちゃん。うまい。あ、いいね。デビちゃんおすすめ。もう全然ダメじゃない。ハヤト社長にお手本を見せてもらいましょう。うまい。え、仲良くね。仲良くね。じゃあ早速作ってるとこ見せてくれ。あ、いいね、いい、行こう行こう行こう。蔵見学の方なんですが、当社の竹川の方がしっかりご案内させていただきますので、竹川さん、はい、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、デビちゃん。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、しっかり目線を合わせるタイプの人や。目線合わせてくれてたね。優しいな。素晴らしい。さすが営業。それでは営業の竹川さんと一緒に酒造見学に出発よ。営業の心得を見せていただきました。ちゃんと膝まで曲げてました。偉いな。素晴らしい。寒いね。あれ、鍵がない。鍵がない。ちょ、竹川さん、鍵がない。こっちょこちょい。それでは営業の竹川さんと一緒に酒造見学に出発よ。カットすればいいじゃないですか。一応これは一連のお酒造りの工程なんですけども、まあこれを今日はちょっと一部一部を見学していただくことになるんですけども、デビちゃんよろしいですか。おい、よろしくね、竹川。まずは日本酒の材料、お米。作る日本酒によってお米の銘柄から研ぎ方まで全部違うのよ。パーセント書いてあるな。綺麗に洗ったお米をでっかい蒸し器で蒸していくの。最近もうずっと工場見学だけど、ほっかほかに蒸し上がったら、お兄さんたちがわしわしって機械にねじ込んでいくわ。これが食べる。こちら一回冷却に通して、まだ給食センター。はい、杜氏のお兄さんがパラパラって振りかけてるこれが麹菌なの。綾瀬さん、ごま塩だと思ったでしょう。あ、思った。バレてた。麹菌をかけたお米をお兄さんがすごい速さで持っていくわ。めっちゃ速い。本当だ。速さ勝負だ。歩き速い。派手な米泥棒だね。ないでしょ。そんなわけないでしょ。もうデビちゃん、イブラヒムさんのご近所さんじゃないんだから。あ、ここは麹菌を繁殖させて米麹を作るお部屋よ。第2回のくだりを持ってくんのね。なんか謹慎にムスッとかいるんだ。次はお酒の元になる酒母を作る作業よ。酒母、酒母作り、元立て。このタンクの中にはお米や水、米麹、酵母菌、乳酸菌が入っているの。ためになる。この中でどんなことが起きているのかは全部説明すると私がしんどいんだけど、今回注目してほしいのはこの乳酸菌。
体に。この蔵は、ヤマハイ作りが得意な蔵で、あの自生してる蔵の乳酸菌を使ってお酒を作ってるんですよ。つまりどういうことかっていうと、一般的な酒造りでは人工の乳酸菌を使用しますが、ヤマハイ仕込みは蔵に生息する天然の乳酸菌を使う伝統的な手法なのです。ちゃんと読んでくれた。分かったわよね。分かりました。分かりましたね。つまりはすごく手間のかかる伝統的な作り方をしてるってわけ。さぞうまいんでしょうな。スタジオのお前たち、見学はまだ途中だけど、そろそろ酒飲みたくなってきたんじゃねえの。そこまで見せられたら、でもただに酒飲ませんのもなんだから、そこにいる油男が超面白い一発ギャグを見せてくれたら全員飲んでいいぞ。これイブラヒムにやらせるっていうのがまた悪いわ。はい、3、2、1、どうぞ。布団が吹っ飛んだ。センキュースーパーチャート。そのフォローがやだわ俺。酒飲みたさにそこまでする男の人ってなんか一周回って好感が持てるので、皆さん飲んでいいわよ。やったー、ありがとうイブラヒム。ありがとう。きついよ、はい。ということでイブラヒムのおかげでお酒が飲めます。イエーイ。怖いなー。ありがたく思え。ありがとうございます。笑ってる。ということで持ってきていただいたのはですね、 VTR に出てきました、ヤマハイ仕込みの純米吟醸、吟醸でございます、はい、ということでね、じゃあいただきましょうか。あ、なんかちょっと用意してもらってるみたいな、ね、楽しみ。うわー、すげー。ありがとうございます。本当に飲んでいいんですか、ね、こんなに普通に飲むと思ってなかった。ちゃんとついだんだけど、すごい量がいっぱいある。結構あるぞ。結構ちゃんとなんだけど、日本酒大丈夫みたいですよ、これたくさん。ちょっとまあね、こんなご時世ですので、ちょっと乾杯はね、ちょっとまあ、そうですね、エア乾杯にしましょう。そうですね、エアでね、ブルートゥースで。ブルートゥース、絶対に言うと思ったら誰かしてる。嘘。絶対 Wi-Fi か Bluetooth どっちかの近く言うと思った。なんかもう敗北感あるな。はいはいはい、もうね、負け負け。はい、ということでね、じゃあちょっとエア乾杯で、はい、乾杯。はい、乾杯。いただきましょう。いただきます。あ、うま。あ、飲みやすい。口当たりが良い。あー、飲みやすいな。日本酒のなんか言うとけばええみたいな。いやいや、本当なのよこれが。いや、これほんま飲みやすいね。飲みやすいね、うん。あ、これ日本酒初心者の人も飲めるかもしれない。確かに、うん、そうかも、うんうん、私飲みやすい日本酒しかあんま飲めないけど、うん、実際俺も全然日本酒飲まないから、うん、いや真面目か、真面目よ。私5回までやってきたけど、なんかあれちゃんとした味のレポしてしまった。あれ真面目にというか、あの工程見たらちょっと茶化せない。はい、皆さん、美味しいお酒、はい、楽しんでる？はい、ここからは酒造見学後編よ。はい、飲みながらでもいいからちゃんと見ててね。飲みながらできる。ということで、虹バラ追加調査開始。はい、じゃあ、楽しい酒造見学もいよいよ後半戦。ここでついに日本酒が形になってくるの。よく聞くけど知らないっていう。どれどれ、出家。あー、プクプクいける。プクプツプツ。なんかでもまだちょっと遠いですよね、ま、このタンクの中で主語に米麹、蒸し米、水、酵母を加えて発酵させるの。この作業を3回繰り返して1ヶ月かけてお酒にしていくのよ。ニュイさん、なんだかまるで魔法みたいよね。そうですね、やっぱこれは魔法のようね。発酵が終わったら次は絞っていくわよ。ちょっと V への反応がおろそかになっちゃう。ギュギュッと圧縮していくと、ほら、絞りたてのお酒がジャブジャブ出てきたわ。ジャブジャブ出てきたわ。この中に飛び込みたい。そうですよね。わあ、この中に飛び込みて。酒くずが集まりましたね。ちなみに、この絞った後の残りが皆さんご存知の酒粕ってわけ。酒粕ってなんかとんでもない悪口に聞こえるわね。お次はこのでっかいろ過器で細かい不純物を取り除いて、熱々の蒸気の力で雑菌をやっつける火入れの作業。はいはい、熱湯処理みたいなね。最後にお酒を瓶に詰めて瓶ごともう一度火入れしたら、作る工程が出てきてから
美味しい日本酒の出来上がり。すっごい大変な作業ね。超高級版やってますよね、なんか今これ。酒造りってめちゃくちゃ手間かかってんだな。あと、この蔵ならではのこだわりとかあるのか？聞きたい、聞きたい。山入ってどうしても日本酒好きな方ですと酸がきつかったりとか、ちょっと味わいに特徴がありすぎるっていうので敬遠される方も多いんですが、弊社の山ハイの場合ですと山ハイらしくない山ハイ、料理に合わせやすくて毎日飲めるようなお酒作りというのをこだわりとしておりますので、味わいを守りながらも新しい商品を出しながらいろいろチャレンジしてるっていうのが今の現状でございます。日本代表だから、ね、毎日飲める酒ってのはいいね。こんなコメントでしたよね。なんかあなたも結構酒飲むのか。私は週7ですね。あまりおすすめはしないです、はい、まあまあ日本酒やからね、まだまだいいんちゃう。そうなのかな。週7はね、あのフォローできない。でも結構スルスル入ってちゃいます。いやそれ、これ飲みやすいわマジで。いやもう工程を見ながら、うん、この酒を飲めるっていうのがもう贅沢だね。確かに贅沢ですね。俺この番組出たいっていう人増えるんじゃないかってワクワクしてます。そうかもしれない。富士高砂酒造では日本酒の他にもお酒を作っていて、もう高砂ヨーグルト酒、女子出たわ。これ反応するの女子だわ。500ml 1367円ということでね、はいはいはい、山ハイ本醸造に朝霧高原のヨーグルトをブレンドした新感覚のリキュールですね。これはリキュール、めっちゃ美味しそう。そして、次が、酒レモンハイの素。あ、これいいわ。あ、いい。これ欲しいわ。10杯分あるそうです、これで。はい、1200円。10杯分、日本酒をベースに、あ、日本酒ベースなんやね。日本酒ベース、シチリア産レモンの果汁、塩、蜂蜜を加えたコクのあるレモンサワーの素でございます。炭酸で割ると格別ということでね。こちらも用意してくださっているようです。いいんですか、ちょっと。素晴らしいな。どんどん飲んでね。テンション上がっちゃった。ニコニコ笑いながらディレクターがカンペでどんどん飲んでねって。いいんですか、やったー。いやー、ありがとうございます。ちょっとこれ素で飲みたかった。本当に飲みたかった。これ本当に嬉しくなっちゃった、うん、ヨーグルトのやつ。ヨーグルトの方だ。え、どうぞどうぞ。うまーい。絶対ブラヒム好きやで、これ、女子女子女の子の飲み物や。俺これでいいわ。じゃあ香りえ、めっちゃ美味しい。口当たりすごくいいですね。レモンのちょっとレビューくださいよ。はいはい。聞きたいな。これなんで自分だけなんですか。しかも私たち全員ヨーグルトがいいって言っちゃって、結構しっかり甘く作ってるのかなっていう印象がありますね。なさっきあったようなその日本酒の旨味のニュアンスみたいのはこうちゃんと残したまんまレモンハイにしたような。そうですね、レモンハイですもんね。そうですね、それはすごい感じるな。うーん、いいね。なんだいい回だ。なんだこの回、めっちゃ美味しいけど、うん、最高か。神回かな、うん、頭回らんくなってきた。そう、我々的にはもう本当に神回で。いやこれ、これ、言っちゃあれですけど、もう1回分収録ありますからね、これから。言って言っていい、大丈夫。あ、おかわり、日本酒のおかわりもございますよ、ね、どうする気なんだ。水谷のビジュバイディ。皆さん、美味しいお酒を飲んだら美味しいおつまみも欲しくならない？本当に言ってる。実はデビちゃん、おつまみも探してきてくれたみたい。デビ様、本当に気が利くわ。いいんですか？デビ流追加調査、おかわり。本当におかわりになりますね、これね。マジで、せっかく静岡来たんだから静岡のつまみ買って帰りたいよね。なんかうまそうなもんないかね。なんか見えてるぞ、富士の宮焼きそば。はいはいはい。え、なになに焼きそば。絶対うまいじゃん。絶対うまいじゃん。マジか。あ、いいね。いいね。メザの焼きついてる。え、ずるい。それ好き。めちゃくちゃうまいじゃん。食べたい。ね、安いですね。ずるいよ。どうしよっか。食べた。シャケ、ハイボールください。ハイボールよな。うわー、甘っ。うまそう。デビルハイボールありやしな。いや、富士宮最高だね。満喫しとるな。すごいな。お、違うわ。僕ハイボールじゃなくて日本酒のつまみ探してたんだった。そうだよ。まあまあまあ。まあ全然焼きそばでもいいけど。確かに焼きそばでもいい。全員気づきませんでしたね。静岡だったらわさびも有名ですよ。はい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 。そうなの？わさび有名よね、静岡はね。そう、
静岡の名産品といえば二次三次ライバーとわさびよね。ということで、だいぶ暗かったし、日本酒に合う美味しいわさびを探して、創業145年の老舗たまるや本店さんに来たわよ。すいません。はい、いらっしゃいませ。日本酒のつまみになるものあるか。あってくれ。だいぶ飲まれるんですか。はい、じゃあどうぞこちらへ。だいぶ飲まれるんですか。だいぶ飲まれるな。日本酒と飲むものということで、飲み具合マグロの佃煮とわさびの、こう合わせた商品なんですけど、まあ、甘口にちょっとピリ辛のわさびが入っておりまして、お酒にはよく合います。もうこれで食べたいな。めっちゃめっちゃ炊きまし、炭素もっとないか。欲しがりますね。うちの代表的な商品がこのわさび漬けです。いやこちらのたまるやのわさび漬けがお酒にもよく合い、昔からながらの好評いただいている商品でございます。半年戦える量だな。わさび漬けはわさびと酒粕を漬け込んだ発酵食品なの。ピリッとした辛みと旨みで、お酒にもご飯にもぴったりよ。さらに、たまる屋さんではわさび漬けを作っている工場の見学もできるの。楽しいですね。うわぁ、辛そう。デビル君、デビル君、向こうでわさびの辛みを体験できる部屋がありますから、行ってみます。わさびの辛みを体験できる部屋。動作に何て書くんですかそれ。こちらが辛み、挑戦室になります。挑戦室みたいな。なんだか嫌な予感がする部屋 ね。 部屋の壁についているこのボタンを押すと、天井の穴からわさびの成分が出てくるっていう部屋みたい。いいのか日本の。わさびが怖くて悪魔ができるか。鼻で押した。なるほど、鼻で押すのね。わさびは吸うもんじゃなくて食べるもんだよ。面白い。体験してみたいな。でつまみは？確かにちゃんと、もうそれしか。おつまみ食べるカフェが来ましたので、わさび挑戦室はですね、わさびを全身で味わってほしいという思いからですね、観光客向けに用意されたお部屋でございます、はい、ということで、紹介してくれた松永さんは、私も入ったことはありますが、できればもう入りたくないと笑顔で言っていました。すごいよね。それぐらいね。いやでも確かにね、すごそう。誰が聞こえた声的にはだいぶ辛そうだった、ね、なんか罰ゲーム的なノリよねあれ。いやそうですよね。本当に一回ね体験してみたいな。されるぞ。いや確かに下手なこと言ったら生かされるな。生かされるぞ。やめとこ。好きにせんとこ。たまるや本店さんのねおすすめ日本酒のねおつまみを用意いたしました。一つはわさび漬け。お箸が来たな。これね VTR でもありましたけれども、そのままでも美味しいですが、かまぼこやはんぺんと合わせるともっと美味しいだ、はい、あこれはもう完全にひむさんの言う通り。そして次、駿河のごちそう、新鮮なわさび茎とマグロを醤油でじっくりと煮込んだ佃煮でございます。うんうんうん、でね、ちょっといただき聞いてみましょうか。いただきます。ああ、おいしい。ちょうどいいピリ辛さ。ご飯欲しいわこれ。これはめっちゃいい。めっちゃ合うな日本酒。味が濃いめだからこれもまたお酒が進みますね。いやうまい、めっちゃうまい。なんかね、わさびの佃煮は、わあわさびっていうか、うん、マグロの佃煮は割とどこでもある気がするけど。うん、ここにわさび混ざってんのはガチで天才かもしらん。これ1ダースくれ1ダース。ありがとうございます。あ、はんぺんまで用意してくれてんの。つけてねみたいなこと。うわーもう天才。ちょっと待って、これめっちゃいいやん。いただきます。こんなにいい番組なんですか。毎回こうなんですか。じゃあはんぺんにちょっと。あそうそう、はんぺんにつけて食べてみようよ。なになに今頑張って守ってた一線を頑張ってるな。そんなことばらっちゃうよ。マジでうまいなこれ。ありがとう B 級バラエティ。一生続いてくれこの番組。ありがとう二次三次。二次三次の B 級バラエティ。ということで、
今日の B 級バラエティはここまでです。いや、もうちょっといいですよ。どうだったかしら。これちょっといいんですか。もうちょっといいです。いや、どうでしたかっていうか、まだ過去形にしたくないんですよ。まだ続いてるんですけど。終わらせないでください、勝手に。どうでしたか。そんな、まだ終わりたくない。そう、終わりたくない。本当無用ですよ。もう少しだけこの瞬間を。ここの尺25分しかないんですから、うちの。もうちょっと飲んだらいい感じに私もね、アクセルかかってくるんですけど。5000だよ、ギアが。入んのが5000だよ。山岸さん、ありがとう。美味しい日本酒を。いや、その前に俺に俺言うべきじゃないか。え、俺なんじゃないか。え、何が。ちなみにガチで聞いてなかったです、今私。まずいな。ダメだ。レアな社長出てる。こうやってな、大人たちはな、嫌なこと忘れていくねん、酒で。いつもと違うね。なんかちょっと重くないですか。やだよ、お酒。うわ、めんどくさこれ。この空気。また来たいですか。いえ、二度と呼ばないでください。